日本女子代表は現地10月29日、パリゴリンアジア二次予選の2戦目で、開催国のウズベキスタンと対戦。10分に南萌えか、15分に千葉レミナがゴールを奪い、2-0で連勝を収めた。フォト、長谷川優衣のダブルピース、直本ヒカルのキメカット、熊谷咲のキラキラネール。なでしこジャパンフィファ公式ポートレートギャラリー。ただ一方で、 二点目を奪った後の75分間はシュートを打たず、ボール回しに終始。ウズベキスタンが2位通過、A、C の2位の中で最高成績を収めたチーム。すれば、日本は最終予選で強豪オーストラリアの勝ち上がりが濃厚なグループ A1 位との対戦を避けられるため、ウズベキスタンの得失点をコントロールし、アシストしたというのが大方の見方だ。とはいえ、 迫力が欠ける戦いとなっただけに、凡戦、と否定的な意見が少なくない。そうした中、J リーグで副審を務める八木根氏が SNS を更新。たった一言、こう綴った。ゴールを目指さないサッカーは誠につまらないな。直接言及してはいないものの、ウズベキスタン戦が終了するタイミングで投稿されており、ファンからはなでしこジャパンに関するコメントが続々と寄せられている。 ずーっと何を見せられていたのかなって考えました。思惑があったとしても見ていて寂しい試合としか思えない。戦術なのはわかりますが見ている側は全くつまらない。選手はどう思ってるのかな感染行っててこれだったら返金してほしい。なでしこの戦い方が各所で活発な議論を呼んでいる。